今回のテーマはジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の面白そうな公母科学観測5000ノーベル賞受賞者が率いるチームの観測もです面白かったら高評価チャンネル登録お願いしますさらにコメント欄に感想など書き込んでいただければ幸いですジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は2022年の 夏からの本格的な観測開始に向けてて現在準備が進められています観測プログラムは大きく分けて3つあって開発チームが優先的に使える GTO 所長時間を使って天文学コミュニティに望遠鏡や装置の凄さを体験してもらうアーリーリリースサイエンス ERS そして一般公募による競争的な観測 GO です それぞれの観測プランは公開されていて今回は面白そうな一般公募観測を5つ選びましたたくさん面白そうな観測提案があるのであくまで試験です天文学者の中でも好きや得意としている分野が違っていて特定の分野だけを選ぶこともありますが今回は広めに「境外惑星銀河中心新宇宙サーベイ」 最も遠い星、最も遠い銀河を選びました。まず、境外惑星です。1年目のサイクル1のジェームズ・ウェッブの観測では、地球から40光年の距離にある水亀座の赤色矮星、トラピスト1があります。この天体は、装置チームの優先観測時間である GTO でも、複数の観測が予定されている非常に注目されている、 境外惑惑星星ででですすすトトラピスト1ではにつつの惑星が見つかっています最初の2つはヨーロッパ南天天問題ラッシーア観測所のトラピスト望遠鏡によって2016年に発見され残りの5つはジェームズ・ウェッブの先行機であるスピッツァー宇宙望遠鏡と地上の望遠鏡による「 観測で発見されています一番内側の惑星から B、外側が H と名前が付けられています。スピッツァー宇宙望遠鏡の22日間にもわたる連続モニター観測が行われています。惑星が星の前を通り過ぎるときに星の光が暗くなる現象がこのようにいくつも観測されています。一番外側にあるトラピスト 1H は18.772日、一番内側の トトラピス 1b は1.51日であることが分かっていますいずれも地球のような岩石惑星と考えられておりこのうち EFG の3つの惑星は液体の水が存在しうる範囲であるハビタブルゾーンにあり生命が存在できうる環境を持つ可能性があります ジェームズ・ウェッブの観測では、ニアスペックとナーイスの2つの分光器を使って、系外惑星が持つ大気の兆候を探る予定です。GTO の観測では、ハビタブルゾーンに位置する E に集中し、GO では BCGH を観測することによって、惑星大気によって吸収される二酸化炭素や水の吸収線を、スペクトルから探査することになります。トラピスト1の惑星は、 すべて同じ恒星の周りを公転し同じ歴史を経てきたもので地球型惑星の特徴を調べる研究にとって最も適した天体となっていますなので系統的な分光観測によって地球型境外惑星の大気が明らかになると期待されています次の天体は銀河中心です銀河系中心部は星やガスが密集し 銀河系において複雑でで多様な天体現象を示すす領域です中心の巨大ブラックホールイテザ・エー、A、スターやそれを数百パーセックにわたって取り巻くガス星の複雑な三次元構造星形成活動中間質量ブラックホールの候補天体イテザ・エー、A、スターの過去の活動の痕跡など多様な空間時間スケールの天体現象を対象に電波から ガンマ線に至るまでのすべての波長帯で観測的研究が行われていますとりわけ近年最も重要な研究成果は地上の大型望遠鏡の保証光学系を使った赤外線の高解像度での観測によって星の運動から中心にある巨大ブラックホールの存在を明らかにしたことですその結果は2020年のノーベル物理学賞にも選ばれています このノーベル物理学賞を受賞したアンドレア・ゲズ博士が率いるチームが提案して採択されているのが銀河系中心をさらに高解像度で画像を撮る観測と IFU という特殊な分光器を使った3次元分光観測です提案書のタイトルもザ・ギャラクティック・センターと圧巻のタイトルです 提案書や企画書を書いたことがある方々であればこのタイトルの選び方の凄さがわかると思います主力カメラのニアカムではこれまでにない高解像度での中心部の観測が行えます例えばこの図の右上のような画像が短時間の観測でカラフルにできますまた IFU という特殊な分光器を使った三次元分光ではブラックホール周りの星の金属量など蘇生が 明らかになりますこれらの観測によって、超巨大ブラックホールの周辺には小さなブラックホールが集まっているのではないか。また、巨大ブラックホールの周りを回っている星はそこでできたのか。もしできたのなら、その星はどのようにしてできたのか。というような疑問に答えが得られます。次の3つのつターゲットはジェェムズウブ宇宙望遠鏡を開発した主要な 科学目標でであるる遠方宇宙に関すすものですなぜ一番星を探すの動画でも紹介したように宇宙を表す最もらしいビッグバンモデルでは宇宙には始まりがあって現在観測されるような元素や天体はありませんでしたどこかの段階で水素とヘリウムのみで最初の星が作られてさまざまな元素が合成され最初の銀河すなわち 初代銀河が作られるようになりますこのどこかの段階を明らかにするために宇宙が誕生して最初に作られた一番星や初代銀河を探していますただしどれが最初の星や銀河であるのかはよくわからないのでなるべく遠くにある星や銀河を見つければ必然的に一番星や初代銀河である可能性が高くなります一番星の場合は水素とヘリウムのみで 他の金属を含んでいないなと予想されるので1番遠い星を見つけてその詳細を観測できれば1番星かどうか判断がつきますなので天文学者たちは長年最も遠い星や銀河を探し求めています宇宙で最も遠い銀河を発見するためにはおおむね2つの観測が必要ですまずは画像の観測から遠い天体の候補を探し出し 次に分光観測でスペクトルをとってその天体の距離を物理的に疑いのない方法で測定します画像から最も遠い天体を探すには新宇宙サーベイが有効です例えばこのウルトラ・ビスタの赤外線の新宇宙サーベイ画像からは現在最も遠い銀河の候補である HD1 が見つかっていますただしさらに遠方の天体を探査するには特に 近赤外線ののミクロンの観測が非常にに重要になりますこの2ミクロンの波長帯はこれまでのハッブル宇宙望遠鏡やスピッツァー宇宙望遠鏡の谷間になっており感度良い観測が行えていませんでしたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡では2から3ミクロン付近を細かく感度よく観測できるニアカムが準備されていますこのニアカムを使って近赤外線で 広い領域のサーベイを行うことができると最も遠い天体の候補が次々に見つかると期待されます新宇宙サーベイもこの図のように1年目の観測で7つも計画されています図に示しているのは領域の大きさと感度の深さを表しています青色が濃いほど感度が良いことを示しています GTO と呼ばれる優先観測では ニアカムとニアスペックの2つの装置チームが合同で行う j ェ z ズサーベイが予定されています ERS でシアーズというサーベイも計画されています g o でも4つの新宇宙サーベイが予定されています観測時間に限りがあるので広さと感度の良さのバランスを取りながらのサーベイ計画になっています特に目を引くのは最も広くサーベイするコスモスウェッブで 宇宙のの平方度満月3つ分くらいの視野です最も遠い銀河は極めてまれなので広い領域を高い感度でサーベイできるほど見つかる可能性が高くなりますまた視野はニアカムの1回の観測領域と限られていますが非常にディープに観測をする W ディープもありますこのサーベイではコスモスウェブでは見つからないような非常に暗い銀河の 発見が期待されますいずれにしても、かつてない感度での赤外線サーベイが行われるので、遠方の銀河だけでなく、さまざまなワクワクするような天体の発見が期待されます。このような新宇宙サーベイ観測から発見された最も遠い星や銀河の候補は、分光観測を行って、物理的に疑いのない方法で距離を測定する必要があります。これまでにも ハッブル宇宙望遠鏡や地上の赤外線のサーベイでいくつか有力な遠方の星や銀河の候補が見つかっていますただしハッブル宇宙望遠鏡や地上の望遠鏡の性能の限界によって距離が測定されていない候補天体が数多くありますジェームズ・ウェッブの観測にはこのような候補天体の分光観測による距離の決定を目指すプログラムが多数ありますそののうち一つが 最も遠い星の候補であるエレンデルの詳細な観測ですこの天体は最も遠い星を単独観測の動画で紹介したようにハッブル宇宙望遠鏡のトレジャリープログラムリアイオナイゼーションレンジングクラスターサーベイで発見されています宇宙最大の構造である銀河団の重力レンズ効果を用いることで遠方にある銀河の中を拡大して観測できています エレンデルはこれまでのハッブル宇宙望遠鏡などの観測により宇宙で最も遠方の星と考えられていますしかしその起源を決定的にするにはさらなる精密な測定を必要としています例えばエレンデルの距離は天文学的な経験則である速効的赤方変異法で測定されたものなので不定性が大きいですなのでハッブル宇宙望遠鏡ではできなかった 分光観測をエレンデルとエレンデルのボギンガなど周辺領域で行い、多数のスペクトル情報を得られれば重力レンズモデル、エレンデルの化学組成や銀河の金属量、ボギンガにおけるラストの吸収などもさらに精密化することができると期待されます。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の主力装置の一つであるミアスペックではマイクロシャッターアレイが準備されているので一度に100か所の スペクトルを取得すすることができます例えばこの右の図の赤い部分のスペクトルを一度の観測で取得できますこのような系統的な観測によってさまざまな情報を精密に測定できれば宇宙が誕生して間もない頃の星やその進化を理解できると期待されています最後は最も遠い銀河の観測です宇宙最初のの銀河の形成を観測することは 現代天文学の主要な目標の一つでジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の主目的の一つですハッブル宇宙望遠鏡やスピッツァー宇宙望遠鏡などに限らず世界中の大型望遠鏡を使ってさまざまな新宇宙サーベイが行われています現在最も遠い銀河の候補 HD1 はスバル望遠鏡ビスタ望遠鏡イギリスの赤外線望遠鏡 スピッツァー宇宙望遠鏡の合計1200時間以上の観測によって得られた70万個以上の天体データから発見されています世界最大の電波干渉系であるアルマ望遠鏡を用いて酸素の気線を探し HD1 の距離を正確に測る試みがありますこのように酸素の気線らしきものが4シグマで検出されています統計解析では 3シグマあれば99.7%の信頼性があるので十分に思われるかもしれませんただし宇宙物理学的な視点ではもっと信頼性の高い5シグマや7シグマを用いることがありますなのでこの天体が135億年前の銀河であると確定するにはもう一押しすることが必要ですそこでジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使って 中性水素の鋭い吸収を測定する観測が予定されています実際の観測はニアスペックのプリズム観測で行われる予定ですニアスペックのプリズム観測は低分散の分光を行えますちょうどハッブル宇宙望遠鏡が現在最も遠い天体である GNZ-11 のライマンブレイクを捉えた観測と同じような感じです ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は圧倒的な感度を持っているのでわずかに時間にも満たない短い観測時間でサクッとできそうですこの観測が成功すると GNZ11 よりも1億光年遠いこれまでの記録を塗り替える最遠方の銀河になります今回は5つしか取り上げていませんがジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡では他にもワクワクするような観測が たくさん予定されており本格的な観測の開始が楽しみですねこの動画をご覧になって面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします